鎌跡の表示、井出町町づくりセンター、椿坂の前にある、斜面に鎌跡が広がる石橋が用跡は、京都府鈴木郡井出町にある鎌の遺構。奈良県奈良市中心部にある大安寺は、奈良時代から平安時代前期にかけては、なんと七大寺の一つであり、当時の柄の跡は、大安寺旧境内として1921年に国指定の史跡となっている。 井出町にある鎌跡は出土した河原の粘土、文様から、大安寺総建期の河原を生産した、棚倉河原屋と位置づけられ、2006年に、大安寺旧系大府石橋河用跡として国指定の史跡に追加指定されている。石橋河用跡を保存するために、立教の形式で走る町道京都府鈴木国井出町、大和田井出正寺石橋、清水、大安寺原園木並びる岸財町、 文化財保護、井出町。2018年2月4日閲覧。平城刑時点65ページ AB 上原まさ第111回埋蔵文化財、セミナー資料、近年の発掘調査結果から。京都府埋蔵文化財調査研究センター。2018年2月5日閲覧。大安寺旧経大府石橋が用跡、奈良県。2018年2月4日閲覧。 ありがとうございます。